マンチェスターシティに所属するアルゼチン代表 FW、セルヒオ・アグエロは、今季限りでティを退団することを発表した。今後の移籍にも注目が集まっている。今シーズンの指定の試合はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中、2011年にアトレティコ・マドリドからシティに加入し、エースストライカー、して、ゴールを量産し続けてきた、アグエロだ。昨季からは相次ぐ負傷に苦しむ時期が続いた。現在の契約が満了となる今季限りで退する可能性も予想されていた状況だった。29日はアグエロが、自らの公式 SNS で声明を出し、今季、リでのシティ退団を発表。今季中はさらなる、イトルを獲得して、ファンに喜びをもたらす、目全力を尽くす。その後は、新しい舞台で新しい挑戦が始まるとアグエロは述べている。今後、移籍先も予想され始めているが、英国やスペインなどのメディアで最も有力視されているは、以前から噂のあるバルセロナ。アルゼンチン代表のチームメイトでもある FW リオネル・メッシと共演する可能性もあるのかもしれない。国ブックメーカーでもバルセロナが最有力移籍先候補と予想されている。現在32歳のアグロはコンディションさえ整えば、まだトップ、ベルで十分に活躍できると見込まれており、にも多くのビッグクラブからの関心が噂される。パリ・サンジェルマンやユベントス、レア、マドリード、チェルシー、アーセナル、ドッテ、ム、フルスアトレティコなどが、各国メディアで天地候補として言及されている。シティでは、レマで、通算384試合に出場し、クラブ歴代最多の257点を記録。本拠地、エティハドスタジアムで、バンサンコンパニとダビドシルバにいて3人目となる銅像を建立して業績が称えれる見通しだとも報じられている。両。